揚げラーメンですね。では食べてみたいと思います。このように唐揚げが入っております。こうやって唐揚げが入ってるんですが、食べてみたいと思いますね。これじゃ一平ちゃんって感じだけど、確かにこの唐揚げの感じと こんなちっちゃい唐揚げになってしまいますが、でもこれだけ小さいと唐揚げっていうより油揚げみたいな感じですね。で、そこに醤油なので、油はギトギトかもしれないね。でもつゆとしても良くて、これはこれでいいんじゃないかね。ただこれ唐揚げがちょっと無理やり感あるよね。だから唐揚げっていう風にしなくても油揚げとかなんかそういうのにしたいんだと思うんですよ。で、豚とニンニク、ペッパーの味は確かにするんだけど、ぶっちゃけ言ってそこまで唐揚げにする必要ありますかっていう疑問がありますね。なので、この美味しさと、非常に唐揚げの味と美味しさがあるの。でも、いいこと悪くはないんだけど、ただ今、こういう物価高な時代だから、あえて唐揚げも高いと思うんですよ、原価とか。でそういったのをあえてたくさん入れてるっていうのは、いいとは良いという人もいるだろうけど、でもそこまでする必要ないんじゃないかって正直思うんですよね。なので、味わいとしてはいいだろうと思うけど、本当に悪いけど唐揚げじゃなくてもいいと、無理やり唐揚げにしなくてもいいと。油揚げでもちっちゃかい、ちっちゃかいって言ってもこれちっちゃかすぎるよね。だからもうちょっと大きな、豚の角煮みたいなね、角煮はちょっとダメかね。だから豚をちょっと切ったやつをね入れるとか、なんか他に方法あるんじゃないかね。唐揚げをこれある意味そうなんだよね。唐揚げをそのちっちゃかくして、それをちっちゃかくたくさん入れたことによって、うまくこう、食べてる人には悪いけども、ごまかしてる感があるんだよね。この物価高だとか食料が高いから、そういう中でこういった商品を出したことによってどうですかみたいなになってるんだけど、これってインチキみたいな感じがするね、正直言ってね。これは一平ちゃんのこの妙調の会社としては情けないね。だからもうちょっとこれは言っちゃうけども、もうちょっとこういうインチキじみたことをやるんじゃなくて、
はっきり辛口で申し訳ないんだけど、もっとその努力した方がいいと思う。これ、なんで無理やり唐揚げ入れんのかなと。で、唐揚げ入れるんだったら、なんででかい唐揚げ入れないのって話なんですよ。でかい唐揚げを入れて、それでカップラーメンしましたっていうのは話は分かるんだけど、ちっちゃかいよね、これ。ちっちゃかいやつを、分裂したやつを入れるっていうのは、まあ、食べてみないと分かんないからね。で、食べてみたけど、なんだこれはと。味は悪くはない。味は悪くはないけども、なんか無理やり感がある。だから、それだったら普通に、普通の唐揚げでいいんじゃねとか、唐揚げご飯とかね。まあ、そういった類のでいいんじゃないですか。わざわざラーメンにする必要まであるんですかと。これ、どういった開発者がこうやってラーメンに仕上げようって考えたのかはわからないけど、そこまで無理やり 無理やりそのラーメンにしなくてもいいですっていう感じですよね。なので、もうこれはちょっとありえんかな。だけど、まあ、美味しいは美味しいですよ。で、塩味も効いてるし、ネギがあって辛い。だから、この辛さは余計辛いんだよ、きっと。だから、まあ、まろやかっていうのはまろやかだけど、もうちょっとこれはなんか、考えた方がいいよね、このメーカー。無理やりやりました、みたいな。無理やりお客さんの要望に応えました、みたいな。そんな無理やり答えなくてもいいんですみたいなね、いう感じがするから、もうちょっとね、なんか工夫というか、そういったものをいただけないかなっていうのがあります。どうもありがとうございました。